魚たちの動きが活発になるこの時期、バスフィッシングには最高のシーズンがやってきた。水温の上昇とともにポイントが絞りやすくなる夏場は、パターンにはまれば連続ヒットも夢ではない。そのため九州を代表するバスリバーとして知られている福岡県の遠賀川にも連日多くのアングラーが足を運んでいる。今回はそんな遠賀川を舞台に、レイドジャパンスタッフの岡智成が夏場のブラックバス必聴テクニックを解説する。今回のルアパラ九州 TV は遠賀川のバスフィッシングをお届けしています。はい、おはようございます。今年2回目のルアパラライフ九州に、今回もね、遠賀川にやってきました。いつもはね、ここにもう一人ね、まあ、あの金森がいつもいるんですが、ちょっと体調不良で今回は急遽お休みということで、急遽代打に来てもらいました。カモン。おはようございます。遠賀川の、ロコアングラーで活動させてもらってます川島と言います。よろしくお願いします。はい、ということで本当急遽の急遽、本当ついさっきで、ね、さっき決まりました、ね、決まったばかりで、まさかのテレビ出演ということで決まったんだけど、はい、いきなりでそうだよね。はい、うん、まあ、あの普段ね、遠賀川メインに活動してくれてるうちのスタッフなんですけど、はい、まあおそらく僕より釣ってくれると思いますんで、まあ今日は2人で頑張りましょう、うん、はい。朝一番の釣り場に支流の犬鳴川を選択した岡、果たしてどんな狙いが。はい、1箇所目のポイントに到着いたしました。まあ、支流なんですけど、水門のこう水が結構流れてるところに来ました。まあ、時期的にまあほぼ初夏っていうことで、まあ、ちなみに昨日結構ドバッと雨が降って、まあ、見てもらって分かる通り水位がちょっと普段より高くて、であと結構濁ってるんで、まあこういうこうね、水門からこう横から入ってるこう水の方が綺麗で本流が濁ってるっていう状況なんですけど、まあね、水温も結構上がってきてるタイミングなんで、より涼しいところとかより水が綺麗なところとか、まあ、そういったところを求めて、まあ、そういったところに結局ベイトフィッシュが集まるんで、まあ、そういったそのベイトフィッシュを食いに入ってきてるだろうなっていうところがこういったところなんで、ここからスタートしようと思うんですが、使う側は、ズッコミクロ、まあ、コーヒー樹形の脳進化ワーム、まあ、これからスタートしていきたいと思います。あんまり近づかないようにね、こう落ち込んでるとこなんだけど、落ち込んでる真下とかにも結構いること多いんで、普段ね、金森とやってて金森と本当ね、スタイルが違うから、結構ね、狙う場所が被んないんですよ。だからこう釣りしてる途中にこう金森と出会うことってそうそうなかったんだけど、今回代打でね、来てもらってる川氏、ね、はスタイルがねすごいこっち寄りなんで、だいぶバッティングすると思います今回。よし、ちょっとルアーチェンジで、ちょっとルアーを強くする方向で G ダッシュ。うわー、出そうだけどな。出ない。よし、もう一回ルアー変えて、ダメなら移動しましょう。
ちょっと移動する前にラストフルスイングの5インチ、まあ、ノーシンカーでピロピロと。わわわ、ボイルしてる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 、エビボイルだな、なんかちっちゃいエビ追っかけてますね。あ、今多分バスだったな。ちょっとサイズがあんまり、なんかエビっぽい、エビかな、ベイトかな、なんかちっちゃいの追っかけてましたね。よし、まあ、まあさっき移動すると言っちゃったんですけど、ちょっとバズベイトだけ投げて、マスターブラスター、結構に出た、あーくっそ出た、出たじゃないですか。やっぱこれぐらい濁ってるとちょっとルアーパワー上げてやらないと気づいてくれないよなと思ってたら出たな。出るならここだろうなと思ったとこで出た、出たね。よし、ワンバイトあったんですが乗りませんでした。まあ、なんでね、あのいい時間帯にこういった、ね、今まあ生きてるところが何か所かあると思うんで、ちょっとサクサクっとそっち回ってみましょう。くそー、惜しかった。続けて岡が向かった釣り場は先ほどと同じく流れ込みがあるエリア。果たしてどんな展開に。ドバッと雨降ったのが昨日の朝だったんで、思ってるよりこの横から流れて入ってる水の色が結構回復してるんで、どちゃどちゃの濁りだったら結構強いルアー中心でいいかなと思ったんですけど、まあ濁りも取れ始めな感じなんで、ちょっとね、こっちのタックルだけじゃなくて、まあ、ちょっとフィネスっていうか、ね、ちょっと軽いものも使える、ちょっとスピニングも用意して。うわー、なんか釣れそう。ちょっとここもぶっ込みクローで、ちょっとこの足元の泡ぷく周辺、うわー鯉がめっちゃいますね。ちょっと下降りますね僕。あ、食った食った食った、止めてるのがよかったかな。おっしゃおっしゃよっしゃ、でかいぜ、よし来た、でかっ、これはでかいんじゃないですか。はい、いい魚が来ました。でもうちょっとね、手前のね、左右のこうカバー最初打ってたんですけど、そこで反応がなくて、ちょっと足元どうかなって打ちつつ、ね、ちょっと足場いいところにした降りてきた、ま多分その間の止めてる時間が良かったのかな。ね、これ結構長さは50近くある、ね、まあ、やっぱり場所も正解だったですよね。まあ、1箇所目で当たりも当たりというかね、取れなかったけどバイトはあったし、ね、ここでこういったで大きいサイズが入ってきてるんで、ね、まあ、ルアーはブッコミクロードの進化、ね、フッキングした瞬間竿止まったから大きいだろうなと思ったけど、思ってたよりでかい。朝から、ね、このサイズ出てくれたら言うことないでしょう。口閉じ、おびれ、お、ほら、口を閉じてゼロに持ってって、ジャスト50センチじゃないですか、これ。ほら、で、やった。もう膝びちゃびちゃだけど、ジャスト50センチ。狙い通り。まあ本当はね、左右のカバーで釣れるかなと思ってたんですけど。左右のカバー打って反応なかったから、まあちょっと一回ここちょっと足元ちょっとこの水位だとちょっと水深あるんで、まあこの泡の下打ってみて、まあダメだったらちょっとね、沖にベイトピチャピチャしてるからやってみようと思ったんですけど、まあもう本当に今の降りてる数秒の間、まあ降りてる間の時ってルアーが止まってる状態だと、止まってる状態かふわーっと落ちてる状態なんで、多分そこで普通にこうピックアップするまでやってたら、多分今さっき釣りしてた自分のペースでは多分釣れてなかったと思うんで、まあ間を置けということでしょうね、自分への。うん、まあとりあえず良かった。
その後も岡はいつものように移動を繰り返しながら探ってみたものの、なかなか当たりが出ない。そこで先ほど両肩を手にしたポイントに戻ってみることに。まあもう午前中ラストかな。あの釣れたとこに戻ってきました。朝だけだったな。水門っていうかね、水門っていうかこう流入パワーがあるの。あ、でもベイトは朝より多い。あ、食った。おっしゃ、お、でかい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 。よっしゃ、来たー。よし、来た。今も降りる時だったな。今もちょっとこう入れてわざと降りてみて食うかなと思って、でちょっと降りてる時は釣れ、あの食ってなかったんだけど、そのままちょっと待ってたらスーッと糸が沖に向かってしてくれたんで、ちょっとスキニーというかね、ちょっと痩せ気味だけど長さはあるよこれもね。やっぱルアードンピシャで合ってんじゃない。ねえ、ぶっこみくろね。やっぱこの夏前ぐらいのタイミングってこういった河川ってね、恩賀川もそうだと思うけど、多分手長エビとか結構ねこういった甲殻類多いと思うから、多分ルアーがドンピシャで合ってるね。もちろん場所も合ってるけどね。流れ込みに的を絞って狙い通りにナイスサイズを手にした岡。一方、地元アングラーの川島はどんな釣りを組み立てているのだろうか。朝一、流れ込みに来ました。まずはね、流れということで地出しからやっていきます。今は今日のコンディションだけで言ったら、あの昨日すごい雨降ったんですよ。でそれからの、ちょっと増水して流れが強くなっているっていうような状態です。でまあちょっとその流れについて入ってきてないかなって魚をちょっと探して流れ込みにやってきたっていう感じですね。 OK、 移動します。いませんでした。まあこんな感じでサクサク打っていきます。引き続き水通しのいいエリアに入る川島。ここはぶっ込みからカバー狙っていきます。バスいますね。あ、沈んだ。船恋に紛れてたまにバスがいるんですよね。あ、またバスいた。サイトで狙ってみましょうか。スピニング取っていきます。ちょっとバスが見えたんで、リトルスイーパーの3インチでダウンショットですね。ちょっと狙ってみようかなと。多分さっきからいるやつだと思うんですよね。絶対この稚魚を食べに来てると思うんですよね。時折姿が確認できるバスをサイトで狙う川島。すると、よし、食った。やばいぞ、取れるか、取れるかな。でかい、やばい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 。頼む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 、やめてやめて、半端ない、でかい、がっつりいってる。よっしゃ、入った、取れた。はあ、はあ、やばい。取れました。いきなりでかいですよ。いやー、ダウンショットのサイトで一本釣れました。今ね、魚が沖からで、ね、2匹で入ってきたんですけど、それを、まあ、このリトルスイーパーの3インチをキラ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 ってさせたら、一瞬でフッていって食ってくれましたね。よいしょ、いやー、いいバスでした。読みが的中し、見事ナイスサイズを手にした岡と川島。後半戦、怒涛の連続ヒットをお見逃しなく。
魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方もぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。ルアパラ九州 TV は遠賀川のバスフィッシングをお届けしています。午後の休憩を挟んで数箇所の釣り場を巡った後、遠賀川の中流域に移動してきた川島、そろそろ追加のあたりを取りたいところだが、果たして。いやー、完全に夏ですね。もう暑いっす。ちょっと日陰に入んないと。この時間はしんどい時間ですね。2時3時ぐらいは無理せず行きたいんですけど、あと1匹が遠い。釣りたいんですよ、あと1匹。多分1回のアプローチで気づかなさそうなんですよね、濁りが強くて。だけど重くしすぎると多分水深が基本的に浅いんで、即死しちゃう、速攻引っかかっちゃうぐらいの水深しかないんで、あれなんですけど、まあ、そこでもう何度も、あ、今ついてきた、今ついてきた、よし、おい、このサイズでした。ついてきたの見えたんですよね、今。ルアーの回収とともに一匹ついてきたんで、急いで沈めたらこの子が釣れました。はい、まあまあちょっとサイズダウンしましたけど、2匹目です。ありがとうございます。小型ながらも貴重なチャンスをものにした川島。その頃、岡はどんな釣りを。よいしょ、まあ、ちょっと下流に移動してきました。もう、今日は最後ここでやろうかなと思います。まあ、なんでここを選んだかって言ったら、まあ、下流の中でもしっかりとしたこういった、まあ、インレットがあるということ。まあ、今日回った中でやっぱりこういう、こう、あの本流からじゃなくて本流の横にあるこう、ね、水路とか水門から流れてきてる水の、でいいカレントが効いてるとこにやっぱ魚がいるなっていう印象だったんで、まあ、最後ちょっとここにかけようかなって思うんですが、使うのはこれ、ね、アジャストレートの12インチのね、まあ、スリムとノーマルとファットってあるんですけど、まあ、これ一番あの太さ的にど真ん中の、ノーマルのやつです。でこれをネコリグで使うんですけど、これちなみにね、アジャストレートこれ12インチっていう、まあ、ロングワームなんですけど、あのこのノーマルのタイプは12、18、5.5 っていう感じで、自分で、長さを調整して使うようになってるんですよ。例えば、ね、このまま使うと12インチなんだけど、頭から見て1個目のこの、まあ、くぼみというか、でここで切れば10インチで、その次のくぼみで切れば8インチで、最後の一番下のここのくぼみで切れば 5.5 インチっていう感じで、長さアジャストして使えるんで、まあ、ここはそんなに、ね、ロングで使うってわけじゃないから、2個目の関節のここでちょっとこうねじるように切って8インチでネコリグで使いたいなと思います。 で、であらかじめちょっとここにシリコンチューブ入れてたんですけど、まあ、ここによいしょ、でもちろんそのまま使ってもいいんだけど、多分このシリコンチューブで使ってまたいでね、フックさネコリグさしてやる方がキャスト切れとか、まあ、魚食べ食った時に、こうワームが飛んでったりっていうことがかなり少なくなるんで、まあ、これにあと、まあ、ネイルシンカー刺すだけ、うん、まあ、ちょっとラストここで、まあ、でこれだけじゃなくて、まあね、いい風吹いてるんで巻物も交えながらやっていけたらなっていう感じで思ってます。去年のね、ちょうどこれよりはもう少し後のタイミングだったと思うけど、ここの、ね、出口がこのね、ルアーパラ九州でね、来た時は良かったんで、去年より季節的にはちょっと早いんだけど、まあ全然、ね、こういうところにも魚いると思うし、条件はね、去年のその雨降って濁って、
ここもいいカレントが普段よりは強くなったっていう条件は似てるんでいいかもしれない。よし、ちょっと一回外やりましょう。さあ何しようかな、なんかいい風吹いてから巻いてもいいかなっていう感じです。よし、ちょっとアジャストレート 5.5 インチまでちょっとカットして、ネイルシンカーも 1.3 グラムに重くしました。ちょっとね、あの流れが思いのほか強いのとちょっと風があるんで、もう少しボトムをね、あの丁寧に探りたいんで、ちょっと立ち位置向こう行きましょうか。水路の反対側に移動し釣りを再開した岡。するといきなり、あ、くた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 、よっしゃ、よし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 、くた、押します。ちょっとサイズは可愛くなったけど、よしよし、狙い通りに取る、よし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 、かね、アシャストレートの12インチを 5.5 インチにカットしたやつのネコリグ。でさっきやってた足場の方よりこっちの足場の方が流れがもろに効いてるのと、あの地形がいいんで、まあ、そこちょっと丁寧にやってみようと思ってこっちに移動してきて1投目で釣れました。でやっぱ地形が良くてカレントが、ね、まあ、少しでもちょっとこう居心地がいいところにいるっていうのは多分エリア変わっても多分一緒ですね。ちょっと角度変えて1回やってみますね。もう5メーターぐらい引いたところら辺ですね。あ、くた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 、またしても当たりを捉えた岡。おっしゃ、やった、お、同じとこ、おっしゃ、来た。今日はハマってるな。やっぱ同じ釣り方で同じようなエリアで、あの複数匹釣れるってやっぱあのハマってるってことなんで、よかったね。ねえ、コンディション超いいやつ、真っ黒な。ねえ、いいじゃないですか。サイズアップ。ねえ、これも、まあ、同じかな。アジャストレートのあの、普通の、ね、真ん中の太さのやつの、5.5 インチまでカットしたやつのネコリグ。ねえ、やっぱ流れの強さ的に 0.9 グラムじゃ軽すぎて、1.8 グラムじゃ重すぎて、な感じで導き出した 1.3 グラム。ねえ、よかった。続けて狙っていると、くたくたくた、ほら、もう完璧に分かったな。よっしゃ、ちょっとかわいいけど、よし来い楽しい楽しいな、音楽川は。いや、もう投げれば釣れる気がする。サイズね、まあそこまででもないんだけど、コンディションがいいね。え、いやー、楽しい、ほんと楽しいっすはい、お疲れ様でした。お疲れでした。ダイダーナイス、果たしたね。ナイスメイク。とりあえずは釣れました。ねえ、何釣ったの？2発？とりあえず2発。なんかいいのも釣ったみたいで。そこそこですね。いやー、よかったよかった、はい、さすが、さすが、いやいやいや、地元だね。ありがとうございます。まあでもね、なんか釣り方聞いてたら一緒だよね。ですよね。なんかね、カレント効いた涼しいとこで、ベイトフィッシュとかエビとか多いとこで、もうとりあえずね、ワーミングの釣りが中心っていうか。まあそうですよ ね、まあ、それで数、まあお互いね、あの大きいのも出たし、バイト数も結構稼げて、そう、で数も出たしっていうね、はい、いい感じだったと思います。で、あのこれから時期ね、もうちょっとこう夏に向けて、こういったあのカレント効いてるところの釣りがもっともっと強くなってくると思うんで、まあ、よかったら音楽が来られた時には、まあ、ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。で、まあ、音楽がね、駐車場あったりなかったりするところいろいろあると思うんですけど、まあ、その駐車マナーであったりゴミ問題であったり、あとやっぱ夏なんでね、もう暑い、暑いっすね、とにかくもう焼けました。なので、ね、熱中症とか、まあ、あの水分補給、まあ、あと休憩こまめにとって、まあ、釣りを楽しむようにしてもらえればなと思います。じゃあいいか。はい、はい、ありがとうございました。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。